ローカルルールもしくは地方ルールとは、ある特定の地方、場所、組織、団体、状況などでのみ適用されるルールのことを指す。その国の法体系上、必ずしも合法であるとは限らない。例えば、校長になるには、教育委員会幹部に贈賄が必要、落札業者は入札参加業者の談合で決めるというのも、 その地域の関係者全員がそれに従って動いているからには、ローカルルールと言えるが、日本国の法律上は違法である。また、かつてのアメリカ南部や南アフリカなどでのバスなどで白人が立っているときは、黒人が席を譲るというような慣習のように、ローカルルールである違法でもないが、人道、良識の上から問題のある場合もある。類似用語として、その店舗内での独自ルールは、 ハウスルールという用語が用いられている。地域によって、そこの自然、景観、秩序や召喚集などを守るための条例、ルール、紳士協定などが定められていることがある。組合や委員会を組織し、そこで定めていることが多い。例を挙げれば、住宅団地において、憲兵率や緑化においての取り決めがあったり、静岡県中部地域では、新聞の購読、 他市への契約変更を促す個別訪問によるセールス活動がないなどである。スポーツやゲームにおいてローカルルールは多数存在する。日本国内において当然全国どこでも道路交通のルールは同じである。しかし地方によって慣例になっているルール違反やマナー違反などの傾向がある。これらの中には交通違反として検挙されるものもあるので注意が。 必要である。インターネット上のウェブサイト、特に電子掲示板では、そのサイトを利用するにおいての独自のルールが定められていることがある。2チャンネルでは、2チャンネル全体に適用されるルールの他に、2チャンネル内の特定の掲示板だけに適用されるルールがあり、これをローカルルールと呼ぶ。ありがとうございます。